はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回はハーツオブアイアン4ガンダム1年戦争モッド続きをプレイしていきたいと思います。各戦線有利に進めている状況なんですけども、まあ一部少しね、手こずっているところもあったりしたので軍をね、少し再編させていただいています。まあ簡単に一部ご紹介していきましょう。まずは北米方面軍、ちゃんと言ってるかな、北米方面軍としてですね、まあ、ガルマを、まあ、軍団長として、ご覧のようなメンバーを据えています。これでね、北米から南米に進行してもらおうというようなことを目論んでいます。あとは、ヨーロッパ方面軍として、マクベだったりね、あとドレンなんかもここに追加したりしています。まあ、こんなメンバーでね、戦っていければいいかなというふうに思っています。まず北米の方からですね、少し手こ入れしてあるところをもう少し掘ってお話したいと思います。まず北米の方なんですけども、なんとかこのまま前進してですね、メキシコシティあたりまで進軍をしたいと思っています。そのための軍としては、全部で、まあ、70師団程度ですね、ガルマの指揮下に入れていて、ご覧のように進軍ルートを取っています。これでね、一気に取っていこうというところです。で、アジアとヨーロッパなんですけども、ここ、まあ、戦線としては繋がったので、アジア、ヨーロッパ、一緒にね、作戦をしていく必要があるんですけども、ところどころですね、足の速い連邦軍の、部隊に穴を開けられているところがあるので、まあ、これをしっかり塞ぎつつですね、当面の目標はですね、このアジアの連邦軍、これをね、一気に包囲殲滅していければいいかなというふうに思っています。では早速、時間を進めていきましょう。駐留軍に関する法律を変更ということで、連邦の方ですね、この法律変更によって連邦軍は無条件に各サイドに部隊を駐留することができると。しかも、艦船の上限数も撤廃。まあ、宇宙のバランスが変わるという話ですね。で、モドの作成者さんによるとですね、モドアップデートかけていただいているようで、宇宙船がもう少し拡張されているということのようなんですけども、セーブデータの引き継ぎは不可能ということなので、今回はね、モドの方はアップデートはかけていません。モドアップデートされたものはね、また別の機会にやっていこうと思っています。で、ご覧のように各戦線で有利に進めている状況なので、このまま進めて、まずはね、このアジア一帯をね、完全に制圧進めていければいいかなと思っています。で、研究枠の方は、まあ、しばらくの間は、生産数をね、増やせるようなものを中心に入れてあります。まあ、これでね、まあ、ドームを量産していければいいかなというところですね。生産のラインの方にはドームを載せてあります。ご覧のような形ですね。ジャイアントバズーカが作れていないのか。あとは強襲上陸どっかで食らってるね。これは確認しましょう。このエーゲ海で強襲上陸受けてますね。またこの強襲上陸を受けていても、ここに戦力を割く余裕がちょっとないんだよな。部隊をね、差し向ける余裕がちょっとないですね。ま、アジア方面から一部、部隊を転進させていきましょう。で、わしは舞い降りる。これ、ガンダムザ・オリジン、ご覧いただいている方はね、これを、キシリア少将がね、言っている、演説しているシーンあったかなと思うんですけどね。スペースノイドにとって大きな飛翔なのであると。いうことで、キシリアザビ少将が地球降下作戦に向けて演説した内容になります。我が第一地動機動手段はすでにして、空挺棒を欧州方面に構築。西方を平らげるべく進軍しつつあり。まあそうですね。今、マクベを中心としたヨーロッパ方面軍はね、順調に戦い進めてますね。で、国家方針なんですが、重力戦線、今、完了しましたので、次どこに進んでいくかっていうので、検討をしていきましょうか。では続いてですね、入れる内容なんですけども、3つ、検討しました。まず、今ご覧いただいているモビルスーツと地上部隊の連携ですね。これ、有志海戦闘のドクトリンが得られるのと、あとは、まあ、装甲手段等による攻撃のボーナスですね。
これが入ってくるもの。で、占領地政策あるんですけども、これ、警護度増加速度が 25% 入ってきます。まあ、何がいいかっていうとね、まあ、占領地、進軍したところでの警護度が上がっていくので、まあ、工場とか資源とか採掘効率がアップするというものですね。続いて兵隊の確保あります。補給切れ、物資を費マイナス 30% 入ります。これね、結局兵隊の確保か、モビルスーツ地上部隊の連携かっていうところをちょっと考えているんです。どちらかにしようかと。で、その次を考えると、モビルスーツと地上部隊の連携の次がですね、モビルスーツの特殊部隊なんですね。一方、兵隊確保の方は、次が現地徴用になります。で、これ、まあ、人的資源、プラス 30% のボーナス。あとは無料の修理 30% のボーナス。入ってくるので、今回はですね、この兵隊確保の方に進んでいこうと思ってます。この先、戦いが長引くようであれば、人的資源もね、枯渇してくると思うので、それをなんとか補おうという内容ですね。ヨーロッパ方面ね、少し敵多い状況なんですけども、まあ、包囲殲滅できるところ、まあ、こういうところですね、今画面中央にパンしてますけど、こういうところでですね、確実に敵の手段の数を削っていきましょう。で、包囲殲滅戦できればね、ここだけで11師団ですかね、敵削れますからね。コンスコンが、ここを制圧してくれれば、敵の11師団を壊滅させられます。これで、壊滅かな、敵の方もね。11師団を一挙に壊滅。こういう形でね、確実に敵を、削っていけばね、連邦の物量ありといえども、まあ、いずれ、一気にね、戦局がこちらの方に有利に、傾いてくることにもなるかなと思いますね。で、研究枠がパーソナルカラー。これで、対人攻撃、対戦車攻撃、最高速度、モビルスーツ、しかもカスタムしたものに関して 30% のボーナスが入って、普通のモビルスーツに関しては、指揮統制率プラス 10% ですね。じゃあ、このカスタムモビルスーツって何だいっていう話なんですけど、今、我々、ジオンが編成しているものの中で言うとですね、カスタムモビルスーツが入っているのは、ご紹介をしておくと、ここですね。モビルスーツザクの、徴兵師団の中に、まあ、パーソナルカラー、ここでは多分一例だと思うんですけど、シャーザクですね。ザク2の S 型、まあ、指揮官機。これが、カスタムモビルスーツに相当するものです。で、モビルスーツは3機で1小隊という形でね、まあ、1師団っていう徴兵の単位にさせてもらっています。じゃあ、この、モビルスーツのね、パーソナルカラーの次、ドクトリンであれば、強襲突破。これ突破にプラス 10% のボーナスが入ってくるものですね。まあ、ドクトリンを研究するのか、まあ、他のものを研究するのかっていうのをね、ちょっと考えていこうと思います。はい。では、ちょっと検討を重ねたんですけども、今回木製エンジン、これを入れていこうと思います。まあ、何がいいかというと、この木製エンジン入れるとですね、まあ、モビルスーツ含めた、ボーナスがですね、幅広く得られます。まずモビルタンク、モビルスーツ、最高速度、プラス5バー。これがね、大きいかなと思うので、これを入れて、まあ、移動速度ね、上げていこうという判断になります。これ。研究点も使っちゃいましょう。どんどん使っていきます。で、少しですね、政治点余ってきているので、ここで司令官参謀として、戦車と教官、このところね、入れておこうかなと思っています。で、誰を入れるかなんですけど、まあ、ちょっとね、まあ、ドレンとかいるんですけど、まあ、ランバラルを入れて補給切れをね、ちょっと、まあ、ボーナスもらっとこうかなというところですね。で、ガルマの方なんですけど、順調にメキシコシティの方に迫ってきてます。このままメキシコシティを取って、まあ、ジャブロ方面で進出を果たしてもらいましょう。で、欲しいドムなんですけど、ドムの徴兵状況を確認しましょうか。
ドムの方がもう下ろせるといえば下ろせるものの、ものとしては、足りていないものっていうよりかは、訓練が足りてないですね。まあ、ドム、あとは、まあ、バズーカも足りてないですけど、一番足りてないのが訓練度だな。バズーカを少し生産ライン調整して増やしましょう。ジャイアントバズーカですね。では、生産のライン調整しました。まあ、バズーカをね、少し増やしています。一番下、モビルスーツ用バズーカというところですね。あと、ガーウ攻撃空母。これもね、増産少ししておきました。この後、ジャブロを攻略する前には、ガウ攻撃空母を使って、ジャブロ一体にね、大空爆をかけていこうかなと。その作戦準備のための、まあ、ガウ攻撃空母の増産という作戦内容です。アフリカの方なんですけども、完全にアフリカの方は膠着状態ですね。ここに戦力を投入する余裕も正直ないので、ここはこのまま、一旦ビッターとシーマに持ちこたえてもらいましょう。で、アジアの方もですね、まあ、敵を包囲できる状態になりつつあるんですけども、師団の数がやっぱり根本的に少ないので少し時間かかってますね。ここももうちょっと時間を使っていきます。で、エース部隊は引き続きヨーロッパのね、激戦のところで戦ってもらっています。まあ、このシャーナンっていうのはですね、まあ、すごく、良くて、この赤い彗星っていうね、まあ、スキルに相当するところなんですけども、赤い彗星、モビルスーツの攻撃力、速度が、それぞれ 30% と 50% のボーナスが入るんですね。これだけ見てもものすごく強いんですよ。これ、ちなみにガイアとかの場合、黒い三連星の場合は、速度だけ 30% のボーナス。なので、いかにシャアがズバ抜けているかっていうのがね、ここでもわかるかなと思います。で、ちなみにシャア、まあ、昇進をせっかくなんでさせると、ここにですね、カリスマをつけられます。師団回復率、プラス 10%。まあ、せっかくなんでつけましょう。これでね、さらに、シャアが強くなったと。で、あとさらに、水陸両用。これね、シャアらしいですよね。シャア専用図獄。あるようにね。こういうのも、どんどんシャアを強化していきましょう。はい。デイリーを制圧しています。まあ、ただ、まだまだね、巻き返しされる可能性もあるので、連邦軍のね、勢力、アジアで小さくさせてますので、このまま、まあ、西アジア、まあ、インド方面ですね、ここの制圧を進めていきます。で、ドムの方も、訓練度がね、上がってきたらもう下ろせるようになるので、そしたらですね、ドムを北米戦線、ガルマのところに入れて、一気にですね、メキシコシティからね、さらに南下をしていければいいかなというふうに思ってます。ここもね、包囲できるところは包囲して、敵の数をね、今ここだと6師団一気に減らせるので、6師団を一気に選別させるという作戦ですね。で、トルコ、ギリシャ、まあ、この辺りがね、全然いけてないんですよね。まあ、どうしようかなっていうところだな。特にね、こっち側に部隊派遣する余裕がなくて、全く部隊がいない状態なんで、まあ、蹂躙する、される恐れがあるというのと、どうだろう。ここ、強襲上陸受けてますね。シーマの部隊の一部を割きましょう。ここに、そうだな、ハギ入れて、殲滅に入りましょうか。数がね、ちょっと少ないかなとは思うんですが。まあ、連邦も苦しいとは思うんですけど、我々も本当に苦しいですからね、ここで。まあ、ついに連邦もモビルスーツ本格投入してきてますね。ここにモビルスーツ入ってますね。いや、これはしんどそうだな。まあ、シーマンのところにいるデザートザク部隊をこの敵のモビルスーツにぶつけますか。まあ、いよいよ連邦軍の本格反攻作戦が始まったと。まあそう見て良さそうですね。
ではメキシコシティ周辺に展開している敵の部隊ですね。これもまあ7、8師団ぐらいあるかな。これをね、一気に壊滅させて、ジャブロー進行作戦を、まあ発動できる状態にね、していければいいかなというふうに思います。トリポリも奪還されてるか。ちょっと具合が良くないね。まあ北米方面はね、せっかくなんでご覧いただくと、だいぶ順調に来てます。ほぼ全域制圧しつつあるというところですね。マクベが、ちょっと苦戦してるなっていう感じですね。いや、一気にね、この辺り敵に侵攻されてる感じだな。マクベをですね、今、イスタンブル方面に向かわせているので、このマクベの部隊で、まあ、イスタンブールからアレッポ方面にさらに進出してもらうと。ただ、こっち側がガラ空きなんだよね。誰かを派遣できる余裕もないしな。非常に悩ましいな。数がね、やっぱちょっと足りないですね。全域を戦線として支えるには。こういう時はやっぱりエース部隊を投入していきましょう。ちょっと苦戦している、このね、ポーランドとか、あ、こっちの方面に、まあ、シャアをはじめ、エース部隊を投入していきましょう。まあ、エース部隊と言ってるには理由があって、もちろんね、ここに入ってきている人たちが、まあ、名のあるパイロットというのはあるんですけど、まあ、基本的にモビルスーツで構成しているというので、まあ、スピードも出るし、火力も出るしっていうね、そういう部隊ですね。今、アジア方面、ヨーロッパとアジアちょうど境目あたりでね、戦ってもらっていた部隊になりますけども、これを、いろんなところに派遣して、戦局のね、まあ、打開を図ってもらいましょう。ガトー、ジョニー・ライデンぐらいまでは、戦線にね、投入していきます。うわ。いや、こっちほんときついな。何がきついって、やっぱ連邦のモビルスーツですよね、きっとね、これね。ここまで足も速いし。まあ、ガトーが到着する頃にはもう、この辺り一体、敵のホセル家に落ちてそうだな。もうまさに連邦の、V 作戦が始まったっていう、今始まったって感じですよね。これこのまま置いとくとどうだろうな。シーマ・ハーディの部隊が危なそうな気するけどね。まあしょうがないね。木星エンジン完成してます。研究としては。では次ですね。入れるものを考えていきましょう。まあ地味に。歩兵装備、アップグレードかけましょうか。V 作戦が始まっている以上は、戦略としてジャブロー攻略を目指すのか、ヨーロッパの資源地帯をね、十分に確保しておくのか、ちょっと厳しい戦いになっている、まあ、アフリカ方面なのか、まあ、トルコ、ギリシャ方面なのかっていうね、まあ、戦略をどこに持っていくかっていうのも考えた方が良さそうですね。まあ、さらにオーストラリアの方にもね、敵が上陸してきてますね。これも駆逐しておかないといけないな。いや、本当に連邦がここに来て反撃を本格的にね、始めてきてるなという感じがします。まあ、ではね、今回はここまでにさせていただいてですね、まあ、次回この続きをプレイしていきたいと思います。まあ、次回はやっぱりマクベ、今苦戦してるマクベがね、しっかりヨーロッパの戦線を支えてくれて、今押し込まれているところで、まあ、なんとかね、活路を見出してくれれば、まだまだいけるかなと思うんですけど、ここで戦線が崩れてしまうと、物量に劣る部分はね、もうすでに見えてきているので、これが急速に悪化する可能性があるので、慎重にね、プレイの方はしていきたいというふうに思います。で次回はね、ドムとか、あとモビルスーツもいくつか下ろせると思うんで、それも新規に
配備を進めていければいいかなと思います。